今日このタイトル INTP さんの頭の中としましたのは、はい、コメントで昔やってたカーシー博士の、はいはい、なので MBTI でも16タイプのでもない、うん、カーシー博士のやつが未だにうちらは回るんですよね。はいはいはい、はい、でそのカーシー博士の INTP の動画の中で、うん、まあ多分私は動画の中で生きづらいとか、はい、まあカーシー博士が言ってるんですけどね多分、うん、あなのか視聴者が言ったのかで僕が生きづらいんでしょうねっていうのを、はいはいはい、取り上げてか、うん、このスーモさんという方からコメントをいただいてます、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。この INTP の男性ですと、うん、INTP として生きる上で大切なのは物事を単純化し、うん、そして理解することだと考えています、はい、女性社会で生きるのが辛いというコメントを目にしました、うん、多分この INTP の女性は多分少ないっていうのを多分カーシー博士が言っていて、うん、でおそらく生きづらいっていう思いをするかもしれない、うん、っていうのがまああったんでしょうね。コメントであったって話じゃないですか。コメントであったんでしたっけ。あ、コメントを目にしました、はい、そうですね、はい、そこで私の考えを出しますと、うん、今の人間は人間の本能を必要とする生き方をしなくても生命維持は可能ですと、うん、今はコミュニケーションを取らなくても生きていける時代なので人と関わらないことに慣れ時代や固定概念や固定観念を元にしない考えが必須だと思います、うん、これらが生きづらいと思われている女性が実現できれば物事に縛られずのびのびと生活できると思います、うん、で物事の単純化とは補足2023年の暴力についての考え、うん、矢印人間に恐怖を与える行動、うん、2023年の暴力についての考えは人間に恐怖を与える行為だと、うん、人間に危害を加えるまたは怪我を負わせる行為物事を単純化させた場合例として人を殴る恐怖を感じるただそれだけのことです、はい、要は、時代によって、はい、2023年の暴力っていうのは人に恐怖を与える行為だが、はい、ただそれ暴力っていうのをただ取り上げると恐怖を感じるっていうことを言ってますかこの人は。僕もちょっとピンとは来ないんですけど、はい、まあ、この概念の話ですよね。暴力という概念の話だと思います、はい、そうするとまあ人それぞれ違うんだろうなみたいなのはあるんですよね、はい、で隊長が返したのは、うん、僕の感覚で単純化といえば、うん、S 型という印象で、うん、N は想像力を付与して、うん、物事を複雑化していくというイメージがあると、うん、とはいえ、まあ、INTP は、うん、主機能が TI、うん、なので論理重視、うん、答えを出すということで単純化していると言えるので、うん一旦複雑化するが主機能が TI なので結論に至るっていうところでシンプルになる、はい、で体調が人を殴ると考えると、うん、力による支配、うん、ということになるよと、はい、いうのを言っていてそうするとこのスーモさんはですね、はい、私は結論を出す際、うん、複雑な結果を提示したりしてしまい、うん、他人から理解を得ることが難しかったので、うん、私の持つ考えを単純化させ根本的に何が重要なのかを洗い出し、うん、結論を出すという方法を取るようになりました、うん、ってことはタイプ的には違うって話じゃないですか。タイプ的に INTP はシンプルにするんではなくて、はい、複雑にするけどそれでは通用しなかったからシンプルにするようになったって話ですよね。あ、訳してくれてありがとうございます、はい、僕はもうで、はい、僕はこのラリーを見ていてですね、はい、まあ、何をやってんだろう、はい、は何て言うんですか、何をやってんだろうというかこの多分 TI 同士なのでなのか、あ、かもしれないですね。この仕組みはどうなってるんだろうっていう会話をしてるだけなんですよね。なんで僕は、あ、なるほど、うん、だって僕は、はい、この今の話は、うん、何の意味があるんだろうと思って、はい、見つつ、うん、僕が興味があったのは、うん、この人ね、はい、まあ、INTP っておっしゃってる方は、うんうんうん、要はカーシー博士は言うんですよ、はい、INTP は、うん、宇宙の神秘を考えている、はい、っていうタイトルにするぐらい、はいはいはい、でこの動画でも、うん、INTP さんは宇宙のこと考えてるんですよ、うん、で僕が言うと、はい、考えてませんよ、まあ、そう
で例えですからね例えじゃんとかって思いながらはい、はい、でまあでも INTP は宇宙とか、はい、真理ですよね、深海のこととか考えてるんでしょって僕は思うんですよ、はい、で思いつつも何を考えてるか興味が湧いたんですね、はい、日々何を考えてんだろうって、うん、で僕は隊長に聞くんですよ、はい、そうすると別に何も考えてませんって言われる。僕は INTP ではないですけどね、はい、で要は僕最近何を考えているかというと、うん、Amazon プライムが値上げしますね、はい、で言われるんですよ、はい、これまだ入ってる意味あるって家族に、はいはいはい、高くなったよって、うん、ブルジョアだねうちはって、うん、でも待てと、僕は、うん、テレビも見ないし、うん、Amazon プライムも毎日見てるよ、うん、で見ると、うん、今小津安二郎が並ぶんです、ね、はいはい、価値あるじゃん俺見てるし、うんうん、で僕は今小津安二郎の中の、はい、原節子に夢中なんですよ、はい、めちゃめちゃ綺麗で、うん、で Amazon プライムではモノクロでしか見れないんですけど、はい、YouTube で原節子って打つと、うん、爆臭っていう映画がカラーで見れるんですね、うんうんうん、原節子がカラーで見れるんですよ、うん、めっちゃ綺麗と思って、うん、で今原節子に夢中で、はい、でこの原節子っていうのは結婚せずに、はい、亡くなっていくんですけど、はい、なんで結婚しなかったんだろうとか、はい、まあ、生きづらかったのかなとか、いや戦後、はい、あんなにめちゃめちゃ綺麗で、うん、言われる、なんて言うんでしょう、言い寄られられないわけがない、うん、のに、うん、一人を貫くんですね、はい、どんな思いがあったんだろう、はい、みたいなことを考えてますって、はい、僕は告げたんです彼に、彼に INTP の彼に、はいはいはい、僕は原節子に夢中です、うん、今原節子のことばっかりを考えてます、はいはいはい、うん、あなたは何を考えてますか、うん、って問いを投げたところ、はい、帰ってきました、はい、これが今日のテーマです、はい、INTP 宇宙も深海のことも考えてませんでした、はい、INTP さんの頭の中は、うん、私はもともと課題に対して柔軟性のある回答を出すのが好きで一つ一つ考えてしまいましたが、そうすると非効率なことに気づき何かしらの方程式を作ろうと考え、その方程式が課題の根本とは何かを出した後にその課題がもたらす影響、その後の結果を出すために必要かどうかを考えます。ごめんなさい、僕の読み方が下手で申し訳ございません。私は課題に対して柔軟性のある回答が出すのが好きで、うん、一つ一つ考えていましたが、そうすると非効率なことに気づきました、うん、なので何かしらの方程式を作ろうと考え、その方程式が課題の根本とは何かを出した後にその課題がもたらす影響、その後の結果を出すために必要かどうかを考えます。例えば神を例として挙げます、はい、神はいるのかどうか、うん、これが課題の根本、うん、神がいる可能性は低い、うん、なぜか善悪を判断するのは人間、うん、紀元前500年前なら人を殺しても罪に問われない、うん、しかし現代は違う、人を殺せば司法によって裁かれる、うん、人間の価値観によって善悪は決まる、うん、実際犯罪などはなくなっていないし善悪自体に明確性はない、うん、言ってしまえば法は抑止力でしかないので、うん、根本解決ではない、うん、と結論付ける。この考え方は神がいない根拠にもつながる、うん、この世界に起きる最悪天罰などは神がもたらす影響、これらは神を信じる人間に聞くと当たり前なことという考え方がある。しかし災害は、化学科学でも証明されているし、天罰があるならば殺人を犯した人間はすでに死んでいるはず、しかし捕まってもいない殺人犯もいる、しかも最初に説明した通り善悪の判断は人間が行う、結果としてどれだけ悲惨な殺人が行われても天罰は落ちないし、どれだけいいことをしても祈っても災害は起きる、こう言っても反論する教徒はいる、こういう人は大体こういう。では宇宙が誕生して地球はあるのか、普通に考えてわかるはずがないし、突如発生した現象で宇宙が誕生したなら神もそうだろう、結
果的に言いたいことは神はいないと考える。神はどういう影響をもたらすか。基本的に神とは何かを考えてしまえば無害な存在、神は必要か否か。神は絶望を与える存在ではなく希望を与える存在でもある。実際貧困地域ほど神を信じる傾向がある。そうすれば今自分が行っている行動は間違っていない。正しいと考えプラス思考をし、辛い環境下でも平然と生きられるくらいの希望を胸に人生を送れる。そう考えると根本など必要なく信じる心で救われる人間はいるので、結論として必要として考える。はい、神のことを考えてました。はい、神のことをっていうのをいただきですね、はい、うん、あーって僕は思うんですよ。はい、これ、うん、タイプごとになんか面白いって思ったんです、うんうん、だって体調に、僕これまでよく体調に聞くんですよ、うん、はい、体調ってどんなことを考えてますって。そうすると体調はね、はい、ここしか見てないんですよ、はい、この辺のこと、この辺のこと、あ、この辺の、うん、今疑問に思ってることみたいな。主に仕事面、まあ、仕事面とか、はい、まあ、こういう動画でもそうですけど、はい、これはどういうことを言ってるんだろうって気になるじゃないですか。でもなのでそういう話を聞くと、はい、神ってみたいな感じで僕の中でこう始まるみたいな感じですよ。あ、なるほど、はい、ちなみにじゃあ今聞きましょうか。はい、ISTP にとって神、神、僕の神は、はい、